60種類以上のクラフトビールが集まる長野クラフトビール&フードフェスが長野駅東口公園で始まりました。乾杯。イベントには県内のクラフトビールのブルワリー23社や大手ビールメーカーが集結。ビールは1杯800円からで、串焼きやお好み焼きなどビールに合うさまざまなフードも販売しています。やっぱ県内のクラフトビールがめちゃくちゃ飲めるので、あと朝から飲めるのが最高だなと思います。もう最高です。もっと長い期間とか、春秋とかでやってほしいです、はい、イベントは今日と明日開かれ、いずれも午後6時まで、入場は無料です。